マイダネクの監視塔と有志鉄線、マイダネク、正式にはルブリン強制収容所はナチスドイツが第二次世界大戦中に設置した強制収容所の一つである。ポーランド、ルブリン郊外に位置する。マイダネクにはガス室が設置された。アウシュビッツビルケナウ強制収容所と同じく強制収容所と絶滅収容所の役割を兼ね備えた収容所であった。 その規模はアウシュビッツビルケナウに次ぐ。新英隊が付けた正式な名称はルブリン強制収容所であったが、周辺住民たちはこの収容所を近隣の村前団の名前を取ってマイダネクと呼び習わしていた。戦後はこの名前で有名となった。マイダネクには総計で50万人もの人々が収容され、ポーランド側の発表によるとそのうち36万人以上が死亡したという。 マイダネクの死亡者で一番多いのは、ポーランド人であり、ユダヤ人とロシア人がそれに続く。ユダヤ人の死亡者数は、ヒルバーグによると5万人であったという。マイダネクの、モケールブリンから南方2キロのところのビスワ川とブク、川に挟まれた場所に存在していた。北東に、ソビボル強制収容所、南東に、ベウジェツ強制収容所が存在した。英全国指導者、 ハインリヒ・ヒムラーの命を受けたルブリン地区の新兵隊及び警察高級指導者オディログ・ロボクニックにより1941年秋から建設工事が開始された。建設作業は1942年5月まで急ピッチで進められ、その後は少しずつ拡張作業が行われ、最終的には1942年冬に完成した。 1942年5月の時点で、マイダネクは、広さは273ヘクタールであった。有志鉄線の鉄条網で分けられた6つの区域から、なっていた。300人以上を、収容可能な住居バラックが144棟、建てられていた。他の強制収容所と同様に厳重な警備体制が、敷かれていた。高さ4メートルの支柱を2列に一定間隔で建てて、 その間を有刺鉄線で結びつけて、フェンスとし、2列の柱の間に、一方の柱のてっぺんから、他方の根元まで対角線に、有刺鉄線が渡してあり、この第3の網を外紙で固定し、そこに電流を流していた。一定間隔に、機関銃を備え付けた、監視塔も設けていた。新鋭隊員が監視であり、警察犬として200頭のシェッパーードも買われていた。 囚人の宿所バーラックのベッド当初は、マイダネクが素質はなく、独祖先のロシア人捕虜や先のポーランド侵攻の際のポーランド人捕虜の収容先として考えられていたという。もっとも、初期の頃から近隣の村から連行したユダヤ人数千人も収容されていた。1942年4月頃のルブリンゲットの解体、1943年5月頃の ワルシャーゲットの解体の際にはそこで暮らしていた大量のユダヤ人がマイダネクに移送されてきている。しかし、囚人の中で一番多かったのは非ユダヤ系ポーランド人であった。1942年9月から10月にかけて最初のガス室が3つ設置された。最終的にマイダネクにはガス車1台と6つのガス室が置かれることとなった。マイダネクでのガス殺には チクロンウィート一酸化炭素が併用されていた。一度につき1914人を合殺することが可能であった。ガス室は1942年10月から1943年秋にかけて本格的に稼働していた。マイダネクはアウシュビッツと同様、強制収容所と絶滅収容所の側面を兼ね備えた収容所であった。まだ働ける者は働かせる一方、 飢餓や監守の暴力で衰弱したもの、チフスにかかったもの、そしてナチスにとって死んだ方が好都合なものなどはガス室へ送られたのであった。現在このガス室は一般に公開され、天井に沈着する青々としたチクロン B を今でも眺めることができる。マイダネクで使用されたチクロン B の量は総計で7711キロである。 マイナネクでは、銃殺による虐殺も数多く行われた。1941年12月に、ソ連捕虜が約1900人銃殺されたのに始まり、ソ連捕虜が定期的に銃殺されていた。しかし、銃殺活動の規模が一番大きかったのは1943年11月3日の収穫祭作戦と呼ばれるユダヤ人大量銃殺作戦だった。 マイダネク収容所にいた8400人と他の収容所や町から連れて来られた1万人の計1万8000人のユダヤ人がこの日に銃殺された。他の強制収容所と同様にドイツの戦況が悪化するにつれ食料が不足して常時合死者が発生するようになった。生きている囚人も骨と皮だけになるか飢餓による誇張を起こして異常に太って見えるかの。 どちらかの状態になっていった。死体は当初埋められていたが、ソ連軍の接近に伴い、証拠隠滅のため死体が掘り起こされては改めて、焼却された。生存者は別の収容所へ移送され、1944年7月23日にソ連軍が到着した際には、わずかな囚人しか残されていなかった。施設の多くも焼却されるか爆破されていたが、 焼却炉だけは爆破しきれずそのまま残っていた。マイダネクのガス室1944年8月12日のソ連の通信インローマンカルマンの報告によると解放時のマイダネクはこのような状態であったという。私はマイダネクで今まで見たことのないおぞましい光景を見た。ヒトラーの悪名高き絶滅収容所である。ここで50万人以上の男女。 子供が殺された。これは強制収容所などではない。殺人工場だ。ソ連軍が入った時、収容所は生けるバネになった収容者が1000人程度が残されているだけだった。生きてここを出られた者はほとんどいなかったのである。連日のように何千人もの人が送り込まれてきて残忍に殺されていったのだ。ここのガス室には人々が限界まで詰め込まれたため、 死亡した後も死体は直立したままであった。私は自分の目で見たにもかかわらず未だに信じられない。だがこれは事実なのだ。ソ連から送られてきたこれらの報告を受け、イギリスの新聞、イラストレイティット・ロンドニュースは1944年10月にマイナネクの収容者の写真を掲載するとともに次のように報道した。あまりに残虐な写真を掲載したことについて、 理由を述べたいと思う。本誌の読者は、ドイツ人が犯したこの残虐の犯罪について信じられないかもしれない。我々の報道がプロパガンダと思うかもしれない。そうした懸念から写真掲載の必要があると考えたのである。これらの写真こそが60万人から100万人の人々が前田ダで組織的に殺戮された動かぬ証拠である。掲載した写真だけでも残虐だが、 マイダネクの惨状はさらに残虐だったのである。マイダネクにある慰霊碑。現在には犠牲者の異界が入れられている。様々な国籍の人々がマイダネクに収容されていた。ポーランド、ロシア、ウクライナの国籍者が特に多く、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、キリシアの国籍者がそれに次ぐ数がいた。それよりも数は少ないが、ベルギー、セルビア、 クロアチア、ハンガリー、スペイン、ノルウェー、スイス、トルコ、中国などの国籍者も相当数いた。囚人は実に28カ国、ユダヤ人を含め55人種、総計50万人に及んだという。このうち全体の60%以上に当たる36万人以上が死亡したと言われる。その内訳は十一万五千人が飢餓、虐待、過労、病気により、 14万5千人が毒ガス、銃殺によるという。マイダネクは新衛隊経済管理本部により監督されていた強制収容所の一つである。従って他の強制収容所と同様の組織体制のもとで運営されていた。1943年夏にはハインリヒヒムラーがマイダネクの視察に訪れている。歴代の所長は以下の通り。ありがとうございます。